明治の終わりの頃、うん、あの秋田県の十和田港から持ってきたんだわ、うんうん、そんでまあその大昔のことだから、うん、やっぱりかなり大変だったと思うんだ、うん、秋田に行くって言ったって、うん、その頃この辺電車通ってなかったんだわ、うん、そんで会津若松っていうとこまではしか来てなかったから、うん、そこまでは歩いていかなきゃなんなかったのさ、うん、その当時この辺の人も貧しかったから、うん、その、うん、当然だけど海の魚なんてなかなかどころか年に一遍も食えねえような状況だったんだべがと思うし、うんうん、まあヒメマスに限らずその前にこういろんな魚、うん、鯉とか船とか、はい、あのニジマスとか、はい、もう放流してやったんだけど、はい、なかなかうまくいかなくて、それは自分らが食う食料としての分もあるけど、はい、あのその商売として、はい、その魚を売ってお金を儲けるっていう分もあって、その分両方含んでのやつで、はい、なかなかうまくいかなかった、そんな時にこう最後の頼みの綱みたいな感じで、うん、秘めますっていうのを出たから、その当時にそんなことして、あの1週間もかけて卵が果たしてうまく買えるんだかどうかも分かんないような卵を、多分、うん、かなり高いお金を出して、買ってきてうまくいくんだろうかなんていうのはもう博打みたいなもんで、思い切りっていうか、覚悟は必要だったんだと思うんだ。一番最初にやった漁協っていうのはここの沼沢っていう集落だけで組合員がいてやってたわけで、
その人らがもう高齢になってしまって、漁協を辞めるっていうことになったわけ、そんでその辞めるときにこのまま辞めてしまったら閉めますがあといなくなってしまうからなんとかしなきゃなんねんだべって、その先人の人の思いっていうやつを、今こんな便利な世の中になってるのにその昔大変な思いして夢マスをつないできたのに今なくしてしまったらしょうがないんじゃねえかって言って新しい、組合っていうのを立ち上げるっていうことで町内の、43人の人がこう一緒になってじゃあ新しい組合を作るべっていうことで始まったわけ、それが20年くらい前かな、その木によってああやって新芽の色がこういろんな色あんのさ、あの辺の赤っぽいのはカツラの木かな、カツラの木だと赤っぽいし、ナラの木だとちょっと茶色っぽいような色してるし、ブナなんかだとすぐ緑色になってしまうし、そうですね、動きました。やっぱり相当腕が悪いかな。相当腕が悪いかな。知れないのは。あそこの、あの青い色のあそこは噴火口で。あ、そうなんですか。火山の噴火口に水が溜まったカルデラ湖の噴火、でこの辺の崖になってるとこ、この辺の岩のとこは爆発した時に溶岩ドームができて、その溶岩ドームが固まったやつだって言われてるやつ、荒々しい岩場なんだけど山桜がポツポツとあって、こんな感じで少しずつあるんだけど、
ずっていう人もだいぶいるな。雪が多かったとか関係あるんですか？あの魚が大きいんだよ。魚が大きいっていうのは全体の魚の数っていうやつが少ない時が大きくなるんだわ。プランクトンの餌の量っていうやつが決まってるんで、魚がいっぱいいるとどうしても肩が小さくなる。魚が少ないと餌をいっぱい食うもんだから大きくなるっていう分はあるんだけど、それでもまだ解禁したばっかしだからね、全体の魚はいっぱいいるんだけどなかなかその思い通りのところに出てくれないっていうやつかな、要するに何のかの言っても下手くそっつうことなんだけどもうちょっとここで餌まいて、ダメの時は帰ればいい、釣れたか。おー魚だ。ヒメマスが来てた。おヒメマスが釣れてた。顔が見えて絡まってた。ああ初の獲物がすごいですね。変な格好してる。おー素晴らしい。ほらうわ綺麗ですね。綺麗だよね。釣れんじゃないかとかついついな何とも